ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。深海ってどんな生き物が暮らしているのかしら？この間深海生物の特集を見ていて、深海の変な生き物に興味が湧いたわ。そうだな、深海の生き物は基本的には浅瀬の生物とは全く違う姿をしているものが多いな。例えばアンコウなんていい例だ。沿岸域に生息するアンコウは砂に潜って獲物を待ち伏せする捕食者だな。だが、深海まで行けばちょうちんアンコウのように遊泳するタイプのアンコウが出てくるぜ。他には発光器を持った生き物なんてのも多いな。そうだったのね。アンコウって聞いたらアンキモが食べたくなってきたわ。おいおい、ちょうちんアンコウからアンキモ取るつもりじゃないだろうな。え、取れないの？ちょうちんアンコウは超貴重な生物だからアンキモになるだろう部分は標本行きだぞ。ええー、そうだったのね。普通のアンコウの肝で我慢するわ。にしても深海は不思議な生き物が多いと思うけれど、その生態系ってどう回っているのかしら？真っ暗闇の中でも浅瀬みたいに小さい魚から大きい魚までのサイクルってあるのかしら？そうだな。今回は深海の生態系について一つ紹介していこうと思うんだぜ。その名も鯨骨生物群集だ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず鯨骨生物群集について紹介するぜ。なんなの？クジラの骨が生態系なの？ああ、まさにその通りだ。クジラは獲物に乏しい深海ではまたとないごちそうなんだぜ。そりゃ、あんな巨大な肉の塊が落ちてくればごちそうの雨あられじゃない。沖合で死んでしまったクジラなどの大きな生物は深海まで沈んでいくんだぜ。打ち上がったりするわけじゃないのね。打ち上がるパターンはごく少数なんだ。ほとんどが深海まで沈んでいくぜ。深海まで沈んだクジラは腐り始めて匂いを出すようになるんだが、その匂いに様々な魚がやってくるぜ。腐りかけってお腹壊したりしないのかしら？霊夢と一緒にするな。魚はそう簡単に食べ物で体調崩すほどやわじゃないぜ。まずクジラの腐肉を食べに集まるのはサメ類だな。サメってやっぱり肉が好きなのね。サメ類は基本的には視力が弱く、嗅覚が敏感だからな。遥か遠くの匂いも反応して嗅ぎつけることができるほどの高い遊泳力もあるから、いち早く獲物にありついて、食べることができるんだぜ。サメといえば他の生き物を襲っているイメージの方が強かったけど、実際はそうでもないのね。追いかけたりすることもあるが、できるだけ戦ったり早く泳いだりするのは嫌なんだろうな。それに深海性のサメは結構動きがスローだしな。水族館で見られるものだと太つのザメなんかがいるんだが動きは普段はスローだ。そういった腐肉や死骸などを食べているんだろうな。人食いザメばかりだと思っていたから意外だわ。ああ、だけど人食いザメで知られるイタチザメが、水深500メートルの深海までやってきてクジラを食べていたという記録もあるから、浅瀬でも見られるサメが深海まで獲物を探しにやってきていることもわかっているぜ。水面までやってくるようなサメが深海でも見られるなんてなんだか不思議な話よね。それだけ深海まで獲物を探す価値があるんだろうな。サイズも大きいとかなり生命力も強いから深海の水圧や低水温に耐えれるのかもな。人食いザメなだけあって食べてるものがいいものだからかしらね。深海では最も出会いたくない相手だろうな。そうしてサメなどの硬い皮膚に裂かれて、肉が露出したクジラを食べに来るのが腐肉を食べる魚やエビなどだ。例えばヌタウナギやホラアナゴなんかがいい例だな。なんなの？ウナギやアナゴって、意外と美味しそうじゃない。これを見てもそんなこと言えるかな？待って、なんなのこのグロテスクな魚。ヌタウナギだな。ヌタウナギは深海に多く暮らす無顎類の仲間だな。無顎類ってなんなの？無顎類とは極めて原始的な脊椎動物で、初期の魚類の形状を持った生き物だな。ってことは私たちのご先祖様ってことね。こんなグロテスクだったのね。深海で暮らすヌタウナギは目が退化していて代わりに嗅覚が非常に優れている。まあ、なんか土壌みたいなヒゲもついているしね。ヌタウナギの餌は大型生物の腐肉だな。特徴的な口で腐肉を削り取って食べるんだぜ。特徴的な口ってどんな口をしているのかしら？ヌタウナギの口はかなりグロテスクだからな。覚悟してみるんだぜ。待って、ここまでキモいと思わなかったわ。霊夢がかなりドン引きしているな。それも当然だろう。まるでエイリアンのように横に開くような口はおおよそ魚類のものではないからな。これ、虫かなんかの口じゃないの。この口は歯舌といって、肉や歯に相当する器官が備わったものだな。名前の通りヌタウナギは顎がないんだぜ。つまり口に骨とか、そういったものがないということかしら？そうなんだ。そもそも体には背骨しかなくて、口まで筋肉でできている。こんな見た目で筋肉もりもりマッチョマンなわけね。ああ、ヌタウナギはこの筋肉についている施設で腐肉を削るようにして食べているわけだな。まさに深海のエイリアンね。次にホラアナゴだな。
これらはアナゴの仲間で深海に生息する肉食魚だ。見た目は普通のアナゴを黒っぽくして顔をグロテスクにした感じね。ホラアナゴは口に入るサイズの餌であれば何でも食べる深海のスイーパーだな。時に口よりも大きいイカを丸飲みしていたりするほど貪欲な生き物なんだぜ。食への執念が凄まじい生き物ね。こいつらもクジラの腐肉を大好物とする生き物でクジラの死骸に集まるぜ。そして腐肉に噛みつくと凄まじい勢いで回転して腐肉をねじり取るんだ。ワニみたいな餌の食べ方するのね、この魚は。噛み切れるほど鋭い歯をしているわけではないからな。ウツボなんかもタコやイカを食べるときは回転して噛み切るわけだから。ワニじゃなくてもこの方法で餌を噛みちぎる生き物は多いんだ。ちなみにこのホラアナゴの仲間であるイラコアナゴは三陸など多く水揚げがあるんだが、マアナゴの代用品として多く出回っているぞ。え、こんなグロテスクな魚が出回っているの？例えば100円寿司のアナゴなんかはこのイラコアナゴが使われているそうだな。そんなの詐欺じゃない、こんなグロテスクな生き物だったなんて。だけど、霊夢も100円寿司のアナゴ、うまいだろ？そうね、悔しいけどうまいわ。ならこれでもいいんじゃないか？アナゴなんて使っていれば一皿300、いや500円もいくような高級な寿司になってしまうからな。100円寿司でも甘いタレの乗ったアナゴが手軽に食べたいわ。そういった人のためにイラコアナゴが代用品として使われるんだろうな。そういった生き物もクジラに支えられて生きているんだぜ。肉がむき出しになったクジラを食べに来るのは魚だけじゃない。それをついばみに来たカニやエビなどの甲殻類も、またそういった巨大な死骸に支えられているぜ。深海のエビやカニといえばズワイガニやタラバガニ、甘エビやボタンエビといったエビたちだな。めちゃくちゃ美味しそうな奴らばかりじゃない。そうなんだぜ。こいつらは砂地や泥に住んでいるぜ。もっと竜宮城みたいな場所で暮らしていると思っていたわ。そもそも深海って岩などの隠れ家になる場所は少ないからな。それに砂や泥が堆積する場所ってことが、様々な浅瀬の生き物の死骸が流れ着きやすい場所でもあるんだぜ。確かにそうよね。砂や泥は陸から流れてくるものね。そういった美味しい奴らも生き物の死骸を貪っているのね。そうだぜ、それだけ栄養も多いということだな。他にも様々なエビやカニなどがクジラの死骸には集まってくるんだぜ。甘エビやボタンエビといったエビだけでなく、横エビやグソクムシといった生き物も集まってくる。グソクムシって確か、深海のダンゴムシみたいなやつよね。そうだぜ、深海の掃除屋としても知られる死骸専門で食べるんだ。その分類は頭脚目という生物群に属していて、わらじ虫やダンゴムシと同じグループなんだぜ。ダンゴムシに近いというよりは仲間って言った方が良さそうね。確か、ダンゴムシよりもめちゃくちゃ大きいんじゃなかったかしら？ああ、日本近海で見られるオオグソクムシは大きさ15センチほどだな。15センチのダンゴムシなんて森とかで出会ったら悲鳴あげそうだわ。実際水族館で見ればわかるが言うほどダンゴムシ感がないと思うのは私だけなのか？これはどう見てもダンゴムシよ。ダメな人はダメなやつだわ。そうか？目とかサングラスみたいになっていて可愛いと思うぜ。そうかしら、私はなかなかキモいとしか思えないわ。深海の掃除屋であるオオグソクムシはエネルギー効率の非常に良い生き物と言われているんだぜ。そうなの？どれくらいかしら？一度食事をしてしまえば、6年は絶食しても生きていけるそうだな。数年食べなくていいって、エネルギー効率いいとかそういう次元じゃないわよ。え、バキの世界からでもやってきたの？最近の研究ではオオグソクムシは一度の食事で自重の半分近くの食事を食べるそうだ。半分って、人なら胃袋が破裂しそうね。それをエネルギーとして6年間維持できるのもやばいよな。オオグソクムシは餌をたくさん食べた個体は運動能力が低下し、活動が制限されることが、つい最近、長崎大学の研究で明らかになっているぜ。餌食べたら動かなくなるって普通逆じゃない？太るわよ。そうだが、深海は獲物に乏しい場所だ。腹いっぱいになったらまた獲物の匂いが流れてくるまでその場でずっと待ってるんじゃないか？確かに数年も食べなくて済むなら、それでやり過ごすのがグソクムシにとっては一番いいかもしれないわ。さらに水温の上昇に合わせて代謝も上がることもわかっている。これは深海生物が特有のエネルギーを獲得することや気候変動や絶食など生存戦略を明らかにする上で、重要な知見になってくるとされているぜ。まだまだ、謎の多い深海生物について生態を解明する一歩になるだろうな。ちなみにこのオオグソクムシ、食べると結構うまいらしいぞ。え、ダンゴムシ食べるんですか？霊夢、ドン引きするんじゃないぜ。言ってしまえばエビとかカニみたいなもんだし、かなり身も多いんだ。そのまま丸焼きにして食べればエビに匹敵する、いやそれ以上とも言う人がいるくらいだ。そう言われてみれば食べてみたいかもしれないわ。オオグソクムシは深海漁業が盛んな町のふるさと納税に使われたり、食用兼観賞用で販売されることもしばしばだ。でも深海生物って水圧に弱いんじゃないの？こいつらも口から内臓出して死んだりしないのかしら？それが意外にその辺は強いんだぜ。
魚と違って甲殻類は水圧への耐性があるからな。ズワイガニなんかも生きたまま売られることが多いからな。そうなのね。それならオオグソクムシが売られるのも納得だわ。飼育している人はタッパーに入れて、冷蔵庫で飼育している人もいるそうだな。冷蔵庫で飼育なんて母親や奥さんに見つかったら正座で説教されそうね。それで食べるところまでがセットかもな。そして様々な腐肉を食べる生き物を食べるために多くの魚が集まるぜ。エビやカニは多くの魚の大好物だものね。タラ類や小型のサメ類、カサゴ類など多くの肉食深海魚が集まってくるんだぜ。なんか、美味しそうな名前ばかりね。まあ、多くの人が知らんだけで我々の食卓に上がる魚の中には深海魚はたくさんいるからな。深海底引き網漁で獲れる魚はたくさんいるぞ。キンメダイやカサゴ類、それにタラやノドグロなんかが例に挙げられるな。キンメダイやノドグロなんて高級魚じゃない。そういった生き物がたくさんの栄養をつける場所でもあるからな。腐肉を食べるわけではない魚にとっても食べ放題のパラダイスってわけだな。ノドグロなんか、油がすごいって言うからいかにこういった場所で栄養を蓄えるかが重要そうね。そうしてたくさんの生き物に食べ尽くされたクジラは骨となるぜ。クジラの骨ってどうなるの？そのまま化石にでもなるのかしら？いや、自然界には骨も分解できる多くの生き物がいるんだぜ。まさに鯨骨生物群集はここからが本番って感じだ。骨を分解する生物がいるの？ああ、自然界には骨まで分解できる生物が存在するぜ。でも骨ってほとんどカルシウムでできているじゃない？ほぼ石みたいなもんじゃないの？いや、骨にも多くのタンパク質が含まれているぜ。それこそコラーゲンとかだな。コラーゲンってお肌をプルプルにするやつじゃない？骨まで実はプルプルなの？そんな骨だったら折れる前に砕けてるぜ。骨にはある程度の柔軟性が必要で、衝撃などを吸収するための緩衝材で満たす必要がある。コラーゲンが減った骨はスカスカになって少しの衝撃で折れてしまうんだぜ。骨粗鬆症とかが例だな。確かにコラーゲンは年とともに減っていくというから確かに合点がいくわね。だろ？骨にもコラーゲンなどがある分、多くの生き物の餌になる。まず一種目は鯨骨ナメクジウオだな。鯨骨ナメクジウオは名前の通り、クジラの骨の周辺に生息するナメクジウオの仲間だぜ。なんなの？ナメクジウオって。ナメクジウオは脊索動物という生物群に属しており、脊索という背骨に似た器官を持つ生物だ。ということは私たち人間とも関係があるの？鋭いな。この脊索動物というのは先ほど紹介した無顎類よりも前の段階の生物だ。脊索はもともと脊椎動物の背骨になる前の器官で、人間などの場合は発達の途中で背骨に変化するぜ。ナメクジウオは私たちのさらなる祖先ってことね。機械生物としてはホヤが挙げられるな。ホヤって確か、あの赤い貝みたいなやつよね。ああ、海のパイナップルとも呼ばれる食材だな。あれは磯臭すぎて食べれなかった記憶があるわ。かなり人を選ぶ食べ物だが私は好きなんだぜ。刺身やバター炒めにするとうまいな。これ、貝じゃなかったの？見た目は貝みたいな感じだが、こう見えても無脊椎動物じゃないし、我々に近い生き物なのは意外かもしれないが、幼生はオタマジャクシみたいな形をしていて、ナメクジウオにも近い姿をしているんだぜ。どう変態したらこんな固定式放題みたいな生き物になるのよ。ナメクジウオに酷似した生物として古代の生き物のピカイアという生物もいるな。変える場所探してる。ピカイアの遺伝子はのピカイアね。それ、元ネタわかる人いるんか？ピカイアは原始的な脊索動物でこれが全ての脊椎動物の祖となったんだ。今ではナメクジウオとしてその姿が見られるのね。ああ、進化する過程でもそのまま原始的な姿で現代まで生き残れた分かなり生命力は強いんだろうな。鯨骨ナメクジウオの近縁種であるナメクジウオは日本近海でも見られるぜ。でもこんな生き物見たことないし、聞いたこともなかったわ。それはナメクジウオの生息地がかなり限定的だからな。主に瀬戸内海や八代海などに住んでいて、それも干潟の泥や砂の中と極めて探しにくい場所に多い。それは探しにくいのも納得ね。砂地を好むナメクジウオは浅瀬から水深100メートルくらいまで幅広く生息しているが、そこまで数は多くないということもあるかもしれないな。というか水質悪化などで減ってしまったと言われているな。水質変化には弱そうよね。クソ雑魚ナメクジなんて言ってはいけないぜ。いや、言ってないわよ。ナメクジウオはかなり貴重な生物ということもあって日本では愛知県蒲郡市、広島県三原市の生息地では、国の天然記念物になっていて保護がなされているんだ。天然記念物になっているということはそれだけ貴重な生き物として国にも認知されているということね。ちなみにナメクジウオは5センチ程度の生き物で、これは鯨骨ナメクジウオも同じだな。こいつらの主な食事はろ過による有機物やプランクトン、細菌類の取り込みだ。あれね、ジンベエザメとかクジラみたいなものね。そうだぜ。同じようにエラでこし取って食べるんだ。鯨骨ナメクジウオはナメクジウオとは別の種類なの？
ああ、数種類いるナメクジウオの中でも最も深海に住んでいる種類なんだぜ。そして最も古いとされる種類でもある。めちゃくちゃ原始的ということね。鯨骨ナメクジウオの発見は2003年になるぜ。かなり最近なのね。発見は鹿児島県で深海のマッコウクジラの死骸から発見されたんだ。今頃、ヨドちゃんも鯨骨ナメクジウオの餌になっている頃かしら。そうかもな。このマッコウクジラは2002年に人為的に投下されたものということで、研究のために観察が続けられていたんだぜ。それを無人探査機によって発見されたんだ。今から20年前の時点でそれだけ人の技術が進歩していたことが意外だわ。そして2004年に鯨骨ナメクジウオは新種として認定されたんだが、ナメクジウオの新種としては実に80年ぶりとのことだったな。すごい記録的なことだけど、深海に関する知見や技術が進歩していなかったら発見できなさそうな感じね。その生態としては本来は水のきれいな水底に生息するナメクジウオ本種とは異なり、腐ったクジラの周辺にのみ見られるというのはかなり異常だったんだ。腐ったクジラって匂いが深海でもヤバそうね。ヤバいどころじゃないかもしれないな。周辺には高濃度のアンモニアや硫化水素などが充満し、酸素濃度も非常に低いんだ。このような生態になぜなったのかということは不明で、さらにどこから鯨骨にやってくるかも謎なんだ。謎だらけの不思議な生物ということね。出生も不明でどこから湧いてきて鯨骨に住み着くのかも謎だからな。餌は鯨骨周辺に湧く硫化水素などを利用する細菌を食べているとされるんだぜ。硫化水素に湧く細菌？なんだか毒がありそうね。硫化水素を利用する細菌は硫黄細菌といって、硫化水素をエネルギーに変換できる生物だ。深海には熱水噴出口という高濃度の硫化水素などを吹き出す場所があるぜ。例えるなら熱水地獄とでも言ったところだな。そんな場所に生き物がいるの？ああ、この硫化水素を利用する多くの硫黄細菌を餌とする生き物がいるぜ。まずはゴエモンコシオリエビという生き物だな。こいつは胸部についた毛に硫黄細菌を住まわせていて、増えた硫黄細菌を胸毛からこし取って食べるぜ。そうだったのね。他には硫黄細菌をろ過して栄養にする貝や誤解など多くの生き物が生息しているぜ。この世の地獄みたいな場所でも多くの生き物が生息しているのね。つまりは鯨骨生物群衆では熱水噴出口みたいに硫黄細菌を利用する生き物がいるということね。そうだぜ。まあ、鯨骨ナメクジウオに関しては、それが 100% 正しいとは言えないんだが、おそらくはそういった生活感で生きているとされるんだぜ。そして鯨骨に依存する生物をもう一種紹介するぜ。あまりに限定すぎる環境でしか見られない生き物、どんなやつかしら？次に紹介するのは骨食い花虫だぜ。これは？ミミズか何かの仲間かしら？そうだな、こいつはタモウ類の仲間だからゴカイなどの仲間だな。つまりは釣り餌の仲間ね。正確にはケヤリムシというエラがカラフルで大きいゴカイの仲間だな。これは確かに綺麗ね。骨食い花虫は2006年に鯨骨ナメクジウオと同じ鹿児島県で発見され、新種として記載された生物だ。鹿児島県ってことはもしかしてさっきのクジラと同じとこから見つかったの？おそらくそうだろうな。いや、知らんのかい。こいつらの仲間が海外でも見つかったのは2004年とかなり最近なんだ。ゾンビワームとも言われているぜ。かなり物々しい名前ね。骨食い花虫はクジラの骨に本体を植物の根のように固定して暮らす生物だ。不快の花みたいなあれは何なの？あれは骨食い花虫のエラだな。これで常に海水から酸素を取り込んでいるぜ。この根に当たる部分には従属栄養細菌が共生していて、クジラの死骸から脂質などを取り込んで分解し、骨食い花虫が栄養にしているとされているぜ。自分自身で分解するわけではないのね。そうだな、それを言ったら人も同じだろ。野菜などに含まれる食物繊維は分解できないけど、消化の過程で水と一緒に栄養は吸収できるし、何より腸内細菌が食物繊維から栄養を取って、その副産物としてビタミンなどを出したりするからな。細菌との共生はどの生物でも起こっているんだぜ。待って、それは私は知らなかったわ。骨食い花虫だが、薄い皮膚の下には私たちと同じように赤い血液が流れているから、全体がその血の影響で赤っぽく見えるな。この骨食い花虫はどこからやってくるのかしら？さあな、時間かけて他の離れた鯨骨生物群衆から卵が流れてくるんじゃないか？2002年に投下されたクジラの死骸にこいつらが現れるまで3、4年は経過しているわけだしな。それだけの時間があればどこかでこいつらの卵が流れ着いてくる可能性は高いだろうからな。それに一度住み着いてしまえば低酸素で、硫化水素が多い環境だし、肉もなくなってしまえば外敵も少ないだろうしな。増えていくのは簡単だろうぜ。そしてそこから何十年もかけてクジラの骨の栄養を吸い尽くして一生を終えるのかもな。クジラの栄養を吸い尽くしてしまえばあとはカルシウムだけってことになるわね。そうすれば自然と骨は朽ち果てていくだろうから、鯨骨生物群衆としては終わりを迎えるだろうな。
といってもこの骨食いハナムシは発見されてから20年も経っていないし、生態もまだまだ分かっていないことが多いぜ。もしかしたら鯨骨生物群集は骨になってから100年もかけて分解されていくのかもしれないしな。深海は分かっていないことが多いんだぜ。ちなみにこの骨食いハナムシは新江ノ島水族館でも見られるんだぜ。江ノ島といえば都内からでも1時間半くらいで行ける観光スポットね。ああ、そこでこの骨食いハナムシが展示されているんだぜ。実際に骨から糸ミミズみたいなのが伸びているのが観察できるんだ。すごく地味かもしれないわ。地味だけど、深海の謎を解明していく上ではとにかく大事なことなんだぜ。新江ノ島水族館は深海生物研究に秀でた水族館で、レアな深海生物の標本なども見れるからおすすめだぜ。ここまで紹介してきたようにクジラの死骸は一度深海まで沈んでしまえば多くの生き物を支え、一つの生態系を作り上げるほどだ。少し前に大阪に現れたマッコウクジラも最後には、深海に沈んだが、今頃はこういった生物群ができているかもな。でもあれはあれで、標本にして欲しかったという思いもあるわね。あの巨大なクジラだから、一個体標本にするのに億はくだらない額のお金が必要になるそうなんだぜ。そんなにお金がかかるの？ああ、だから沈めるのも苦肉の策だったかもしれないな。少なくともコロナや世界的に物価が高くなり、不安定な世界情勢でもなければ標本にできたかもな。コロナや物価高がそこまで響いてきてたのね。行政は少しでも市民を支えるのに必死だからな。そこまでお金を使えば批判の方が多いかもしれないしな。ただ、せっかくあれだけ大きなクジラを深海に沈めたんだ。場所も変われば生き物も変わるわけだから、観察はしていってもらいたいものだぜ。そうね、鹿児島県とはまた違った生き物が見られてまた新種が見つかるかもしれないわ。標本にしなかった分、そういった点で生物や深海について新しい発見ができるような、研究につながっていっては欲しいんだぜ。そうね、深海の新しい自然や生態系の謎を明らかにするために役立ってほしいわね。鯨骨生物群集から新しい肉食魚とか、深海の巨大な捕食者が見つかったら面白いわね。ああ、そういった生物が見つかればまた一つ、深海のロマンが広がっていくと思うぜ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。